358漬けのもと358漬けは、福島県、山形県、秋田県の郷土料理で、麹で漬けた漬物である。漬け床に塩、米麹、米をそれぞれ容量で3、5、8の割合で使うことに由来する。塩、米麹、米を混ぜ、刺し水をして、1週間ほど蓋をして熟成させたものに、野菜、るめ、か数の子などを漬ける。もち米は、 飯の硬さに炊き、野菜はあらかじめ材料の4%くらいの薄塩で2日間、漬けたものを本漬けにする。358のもとも販売されている。358漬けは、秋田の郷土料理として親しまれ、野菜漬けのほか肉や魚、煮物、鍋物にも使う。スーパーなどで市販されており、飲食店でも提供されている。代表的なものが、 ハタハタの358漬けで漁港のある沿岸部で多く作られている。ハタハタの358漬けには輪切りの唐辛子が加えられることも多い。ハタハタの卵をブリコと呼ぶが、これの由来は358漬けをはじめとする漬物に、下ハタハタでは卵が噛み切れないほど硬くなるためだという説がある。福島県藍津若松では、 磨きニシンの358漬けが作られている。また、ジャガイモをぬかどこに利用した漬物が、芋358と呼ばれるが、これは麹を使用しないこと、材料の比率が3、5、8ではないことなど、358漬けとは別物である。358漬けは平成に入って、ブームを起こした、塩麹の起源とされる。塩麹は、塩と麹と水で作り、 米を入れないという違いがあるが、利用方法はほぼ同じである。ありがとうございます。